バーテンダー、ちょっとした理由でとうとうね。この方が我々の探していた57代目総長の息子ですか？ペンギン君に失礼な口を聞かないでください。 それに今日から私があなたのボディーガードとなるのです。おい、ということでよろしいですね。ゴミに返事は聞いていません。任せてください。手加減はしません。来なさい。スマッシュ！遅い！いや、遅い！へっ！遅い！いや！遅い！いや！遅い！へっ！遅い！へっ！へっ！いや！へっ！へっ！いや！へっ！へっ！いや！いや！遅い！遅い！予定通りですね。私の勝ちです。今すぐ手を引けば見逃さなくもありません。総長になるための授業、教科会の女性は全て総長の所有物。総長のストレスが溜まっていては組織の運営にも響きますので。もともとはこの地図全域が我々の勢力下だったんです。総長であるあなたが才覚を発揮すれば、四区の正教会信者とも
つい近年トートで起こった新興宗教です。私たちの情報役になっていたものも。いいえ、正教会は誰一人として殺めてはいませんよ。下がってください。総長、誰ですか？皆さん、はじめまして。私は、我らが教会の信仰するエロスは愛の神。無論殺生などするはずがありません。薬で、いいえ、セックスです。単純な愛のつながりだけが。ええ、不潔です。今や四個を滑るほどの大教ん。ただどうですか、教科会の若様もこちらで一緒に。任せてください。手加減はしません。来なさい。幸福に導いて差し上げます。3、2、1、スマッシュ。てい、遅いよ。私の勝ちです。総長には指一本触れさせません。哀れな方たち。神、若様、次は必ずお救いします。逃がしましたか。あの程度でひるむようではこの家業はやっていけません。それよりもあの女、東都13区のうち我々が管理しているのは13区のみ。そしてリリス率いる正教会もその一つです。ここにはまだそこら中に彼女の信者が潜んでいて、若様がそんなにもリリスのことを思ってくださっているなんて。